今日からこのオーディション始まります。皆さんのそれぞれの飾らない内なる美が何なのかを見たいと思います。いいことも悪いこともなんか気軽に相談してもらったりとか話してもらえたらなって思うので、若いエネルギーを生かして何かメッセージを送れたらいいなって思ってて、26年間生きてきた中で一番挑戦の2泊3日間になるのかもって、現時点での総合ランキングを発表したいと思います。1位、諸富夏実さん。大学にいる時よりも自分出せてる気がします。いくら私がコントロールするというか、でも、勝てないし、そう出していいんだなっていうことに、なんでか分かんないんですけど、思えたんですよ。すごい、走りたいな。一応、2人はみんな出せてるっていうのも、もちろんあると思ってて。の自分の素に思っていること、それを自分の言葉でまず発信しないと、それは本物にならないと思うので、そういうところからジャッジもスタートしています。